ご視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。ずっとやりたかった自作 PC 企画の第1弾でございます。今日はなぜ僕が自作 PC にチャレンジしたのか、その理由をお話しし、購入したパーツを一つずつご紹介していきたいと思います。また、初めての自作 PC 組み立て生配信を7月24日13時から行います。めちゃくちゃ不安です。右上の情報ボタンから、配信ページにアクセスできるようになってますので、ご参加いただき、見守っていただけると嬉しいです。このチャンネルは音楽愛好家、音楽制作家の皆さんに向けて音楽に関する様々な動画をお届けするチャンネルです。ぜひチャンネル登録のサポートをよろしくお願いします。まずは、なぜ僕が自作 PC にチャレンジするのかお話しさせてください。一番の理由は Windows 環境への理解を深めたかったというものです。このチャンネルでは、コンピューターを使用した音楽制作、DTM に関する動画をよく投稿しているんですけれども、僕は大学時代に Mac を購入するのと同時に DTM をスタートしてまして、それからずっと約15年間 Mac 一筋で DTM やってきたんですね。Mac を購入する前には、まあ、Windows マシンっていうのも少し使っていたんですけれども、まあ、ネットサーフィンとか、Word とか、簡単な Web ページの作成くらいしか行っておらず、現代にも活かせるような Windows の知識っていうのは全くありません。Windows 環境で DTM をしている、仕事仲間や、友人、あとは視聴者の方から、情報を収集することっていうのはできていましたが、まあ、どうしても Windows 環境の DTM についてお話しするときには、Mac 環境に対しての相対的な捉え方っていうことでしかお話をすることができませんでした。ありがたいことに、このチャンネルの動画っていうのもかなり多くの人に見ていただけるようになってきて、まあ、それなりに頼りにされる中で、Windows 環境について無知な状態っていうのが、まあ、すごく歯がゆいなっていうふうに思ってました。自作 PC にチャレンジすることで、カバーできてなかった部分を自分の実感を持って補えればなというふうに思っています。二つ目の理由が、YouTube 生配信の自由度を高めたかったというものです。Mac はやっぱどうしてもね、配信が弱いんですよ。今僕は、MacBook Air M1 2020年モデルっていうのをメインマシンとして使用しているんですが、MacOS の制約と、グラフィック性能の限界によって画面キャプチャを、積極的に活用するような複雑な生配信が難しいという状況があります。Windows 自作 PC の導入で、その辺が解決できれば嬉しいなっていうふうに思ってます。そして最後、三つ目の理由。もうシンプルに楽しそうだなっていうふうに思ったからです。それでは、パーツの紹介していきたいと思います。今回予算は30万円でパーツを選びました。これは先日まで長らくメインマシンとして使用してきた iMac Pro 2017年モデルを売却したことによって得た金額です。ただし、映像モニター、そしてキーボード、マウスは予算に含みません。現在、7月25日までの期間限定で、夏のペイペイ祭りというものが実施されておりまして、抽選で期間内最大10万円のキャッシュバックを受けることができます。PC パーツを取り扱うネットショップっていうのもいくつか対象店になっていたので、ほとんどのパーツを今回夏のペイペイ祭りキャンペーン実施店舗で購入しました。キャッシュバック分は予算に上乗せするという、まあ、ゲーム要素を加えて、生配信内で視聴者の皆さんと一緒にパーツを選んでいきました。まず、はじめにマザーボードをご紹介したいと思います。こちらです。じゃん。ASUS Pro Art B550クリエイターです。こちら、6月に日本での販売が始まったばかりの新製品でございまして、この製品の発売っていうのが、自作 PC に挑む上での、最後の一押しとなりました。最大の特徴は、現状唯一、AMD のマザーボードでありながら、サンダーボルト4端子を2つ搭載していることです。音楽制作機材にはサンダーボルト接続の機材っていうのがすごく多いんですね。それもあって、まあ、インテル CPU を推奨環境とするソフトっていうのがほとんどだったりもします。ですが、まあ、現在自作 PC 界隈で、CPU として盛り上がってるのは、やっぱ断然 AMD かなっていうふうに思いました。それはいろいろ調べてて感じたことです。AMD Ryzen で DTM は問題なくできるのか、という情報の方が価値があるんじゃないかなと。その検証に、このマザーボードはうってつけだというふうに考えました。その上ですね、非常にルックスがかっこいい。もう箱からして、ちょっとかっこいいでしょ。
見た目こんな感じです。ゲーマー向けの、ガチャガチャしたデザインのマザーボードっていうのが多い中で、クリエイターっていうのを歌うだけあって、すごくおしゃれ。まあ、Mac ずっと僕使ってたんで、やっぱどうしてもね、見た目っていうのは気になっちゃうんですよ。なので、今回は、このマザーボード以外の選択肢は考えないという、形でパーツ選びをスタートしました。ちなみに、似たような特徴を持ったマザーボードで、Gigabyte の X570 Aero G というものが、候補に上がっていたんですけれども、こちらはサンダーボルトの認証が取れているポートがなかったっていうことで断念しました。続いて、CPU をご紹介します。CPU は、こちらです。じゃん !AMD Ryzen 5950X です。Ryzen の5000番台のシリーズで最上位のものを今回選びました。まあ、Intel CPU に対する性能面での優位性っていうのを考えて、5900X と5950X の2択で、今回悩んだんですけれども、視聴者の皆さんに生配信の中で背中を押されて、今回この 5950X にしました。続いて、グラフィックボードご紹介します。グラフィックボードは、こちらです。ASUS の、Dual RTX3060 です。予算との兼ね合いっていうところで候補になってくるのが、RTX の3060、そして3070、そして3070Ti あたり。一時の、グラボの、在庫不足っていうところからは脱した感じありますが、やはりまだ割高感っていうのはあって、すごく悩みました。3060と3070の価格差ってもう絶妙で、まあ、正直グラボのその性能差っていうのが僕の用途でどれぐらい実感できるものなのかっていうのが全くわからないので、この選択3060にしたっていう選択が吉と出るか凶と出るかっていうのはもう何とも言えないなっていう感じですね。今回は、グラボを3060に落として、でその分他のパーツに予算を割きました。とはいえ、最安値のものを選んだわけでもありません。MSI 製のものが、僕が見た限り最安値だったんですけれども、マザーボードとの統一感っていうのを含めた見た目を意識して、こちらの ASUS のものを選びました。続いて、電源ご紹介します。電源がこちらです。サーマルテイクの、タフパワーグランド RGB850W でございます。850W のプラチナムグレードの電源です。電源どれがいいかなんていうのは全くわからなかったんで、今まで Mac 使っててそんなこと考える必要なかったので、もう視聴者の皆さんのアドバイスに、素直に従って選びました。750W で十分なんじゃないかとか、ゴールドグレードでも大丈夫なんじゃないかっていうような話もあったんですけれども、音楽制作を考えるならば、やっぱ電源にはこだわるべきだっていう意見が無視できなくて、で、このモデルっていうのは他社のプラチナムグレードの製品よりもかなり安かったので、こちらにしました。まあ、ただ、電源を最安値のこうギリギリで攻めれば、他のパーツをワンランク上のグレードに上げることもできたので、まあ、正直安い方で良かったんじゃないのっていう気持ちも、現状はまだあったりします。でも僕は初心者なので、経験者のアドバイスを、しっかりと聞き入れて、今回こちらを選びました。続いてメモリご紹介します。メモリはこちらです。じゃーん、トライデント Z RGB32GB×2 でございます。僕がこれまで使ってきた Mac が搭載していたメモリの最大容量っていうのは 32GB だったので、まあ、僕は 32GB でいいかなっていうふうに思ってたんですけれども、 Windows の自作 PC を組むのにメモリをいっぱい積まなくてどうするっていうふうに、まあ、お叱りと同時に、高額のスパチャをいただきまして、もうそれはもう後に引けないだろうっていうことで 64GB でスタートするっていうことにしました。まあ、メモリを光らせるか問題っていうのと、あとは 64GB の内訳を 16×4 にするのか 32×2 にするのかっていう問題があったんですが、めちゃくちゃ悩んだんですけど、まあ、どうせやるんだったら MAX 128GB の夢可能性っていうのを残したかったっていうのと、この製品がなぜかね、セール価格でちょっと安くなってて、他の製品と比べてかなりお得感があったので、今回こちらにしました。続いて、ストレージご紹介します。ストレージはこちらです。じゃん。ウエスタンデジタル
ブラック SN850 の 500GB です。現状最速のものでございます。予算との兼ね合いで 500GB1 枚でスタートすることにしました。手持ちの 4TB の SATA SSD を今回作る自作 PC に回せそうなので、データの保存はそっちにしようかなっていうふうに思ってます。最後にケースと冷却ファンをご紹介します。ケースがクーラーマスターサイレンシオ S600 です。見た目がシュッとしてて安かった、まあ、あとは静音性能が高そうな名前にも惹かれました。ちなみにサイドパネルはガラスのものを選んでます。そして冷却ファンがこちらです。じゃん、クーラーマスターマスターリキッド ML240L V2 ARGB です。おしゃれなマザーボードをなるべく見せたいっていう理由で、今回は簡易水冷の中から選びました。この辺の製品選んでる時、僕も視聴者の皆さんも多分ちょっと疲れてて、もうケースと同じメーカーで選んどきゃ安心だろくらいの気持ちでパッと選んじゃいました。なので、まあ、ケースとファンに関しては5950X を運用する上で果たして冷却性能が十分なのかっていうのはちょっと不安だったりします。購入したパーツの金額一覧がこちらです。合計が312,219円なんですけれども、PayPay チャレンジで高額な CPU 購入時とメモリ購入時に2等の 10% キャッシュバックを当てることができたので、一応30万円の予算内に収まったということになっています。それに加えて視聴者の方から合計13,000円のスーパーチャットをいただくことができました。こちらは PC が組み上がって何か周辺機器が欲しくなったっていう時に使わせていただこうかなっていうふうに思ってます。ありがとうございました。まあ、見た目のことを全く考えなければメモリとあと CPU クーラーの価格はもう少し抑えることができたかなというふうに思います。また、電源もコストカット可能だったポイントかもしれません。僕はゲーム性を重視して、今回夏のPayPay祭り対象店舗で、パーツを一つずつ選びながら購入していきましたが、最初から全ての構成が決まっているならば、PC ショップが店頭で実施しているセット割引などを活用した方が、トータルの価格は抑えることができたかもしれません。抽選楽しかったですし、まあ、2等2回いいところで引けているので後悔はありませんが、おすすめはしないかなっていう感じです。いかがでしたでしょうか。明日は組み立て生配信です。果たしてすんなりと組み上げることができるのか、ぜひ皆さんに見守っていただきたいなと思います。今後も自作 PC 関連の動画バンバン上げていきますので、ぜひ興味のある方チェックしてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録、高評価、シェア、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。また明日。